やっぱイメージ通りいかねえや。この頃タイヤが不思議な減り方してんだよな。お前なんか新しいことやってるだろう。ああ、この前のバトルで見せてもらったワンハンドステアっていうのを真似てみてるんだけど、そのせいかな。なんだそれ。右手だけでハンドルを操作するんだ。左手はシフトレバー。おお。去年ガムテープデスマッチっていうのをやったんだけど、その時のテクニックに似てるといえば似てるかな。インプだとやりやすいんだ。パワステだし、 4WD だから安定してるし、カウンターもちょっとで済むし。お前にしては上出来だな。いい練習だぞ。それは無駄なものを削ぎ落とせるかもな。そんなもんかな。よくわかんねえけど、86でもできるようになれば大したもんだけどな。厳しいねそれは。今んとこまだ無理。